はい、毎度ということでね、今日も元気いっぱいやっていきたいと思うんですけども、見ての通りこうどう見てこれおうちの中でやらなあかん状況になっちゃいましたんで、やっていきたいと思いますよ。ということで、ね、今日はね、皆さん大好きなガキオのガキトでーすということでやっていきたいと思います。ということで、ね、今日はね、皆さんおうちからの会議ってどういうのがある、そうオンライン会議で使える今日はフレーズっていうのをね、ちょっとやっていきたいかなというふうに思いますんで、ぜひぜひ皆さんこちら使っちゃってください。それでは今日もやっていきたいと思います。それあ、テンさんお疲れっす。あ、お疲れっす。お疲れっす。あれ、なんか今日顔だいぶさっぱりしないっすか。あ、普通っすよ。あ、マジっすか。あれ、綱さんまだミーティング参加しないっすよね。Mr. Tsuno has not joined the meeting yet. 綱さんなんて呼んでないっすよ。あ、マジっすか。まあ、つのさん、まあ、呼ぶ必要ないっすかね。そうっすね。あれ、他の誰かって参加待ってたりしますっけ、他の誰か。Are we waiting for anyone? 花から二人っすよ。え、ほんますか。今日10人に声かけたんやけどな。人望のなさで誰も集まってないっすね。ってことは、今日これでもう皆さんお揃いってことですね。Is everyone here? いや、だから2人ですって。ほな、じゃあ2人で企画会議始めますか。じゃあ本日の議題なんですけど。あ、テイさん、テイさん、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと待ってください。テイさん、ちょっと映ってないので、ちょっとカメラの角度変えてもらっていいですかね。Ten, I cannot see you. Please check your camera angle. あ、失礼しました。え、あ、てんさん、あ、いい感じだけど、ちょっと近い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 、カメラ今度近いよ。はい、ということでね、今日のガキトレ、オンライン会議で使えるフレーズっていうのをね、ちょっとやらせていただきましたけれども、最後ね、ちょっと復習だけやっていこうかなというふうに思っております。よろしくお願いします。じゃあまず一つ目。ツノさんがまだミーティングに参加してません。Mr. Tsuno has not joined the meeting yet. 他の誰かの参加待ってますか？ Are we waiting for anyone? あ、これで皆さんお揃いですか？ Is everyone here?ちょっと映ってへんのでカメラのアングルちょっと変えてもらっていいですか。 I cannot see you. Please check your camera angle. ということで皆さんね、明日からまだまだオンライン続くかもしれませんが、こういうの使っちゃってどんどん英語学んでいきましょう。ほな、元気になります。